石川先生も湯に浸かるべきだ。常に鶴のように張り詰めておられて穏やかに過ごすことはあるのか。変わったことはないか。まずはお茶でもいかがでしょう。茶？アザモの菊は良い酒を作ると聞いたが。まあまあ、こちらへ。失礼を。外では本心を言えなくて、猛虎に聞かれると思うと。ここにも猛虎が。おかげで樽はすっからかん。味はわかるようだな。お主の酒は島の誉れだ。やつらの酒なんて馬の小便ですから。馬の乳と聞いたが。それが酒だなんて。やつらはいつ戻る。じきに。俺に任せろ。お主は隠れておれ。奇襲する場所を探さねば。みんな集まりな。蔵の裏に隠れるんだ。顔出すんじゃないよ。ここにいるお侍さんが猛虎と話をつけてくれる。Kenecha tulu irle bole khamtad yavtskay tadawen bi durvun durin terik husum jilsin adakte ki garad ir itte kui yoga hulger et no ki
お見事でございます。じきに仲間を探しに猛虎が来るぞ。お守りください。酒ならいくらでもお出しします。お代も取りませんので。ひとまず逃れた方がいい。有明の小金寺へ行け。かくまってくれるはずだ。かしこまりました。